今日のテーマは会議についてです。皆さんの働いている会社では会議がたくさんありますか私が働いている会社では会議がたくさんあります。日によって会議が一つもない日もありますが、大体二つくらい毎日あります。 在宅勤務が始まってから会議がとても楽になりました。今すべての会議はオンラインで行われています。なので画面を通してしか見れません。会議ではたくさんの時間が 自分には関係ないこともあります。なので私はその間ずっと自分の仕事をしています。こうすることによって仕事を早く終わらせることができています。以前は会議室に集まって会議をしていました。 そうすると、なかなか会議以外のことをすることが難しく、ただ椅子に座って会議が終わるのを待っていました。しかし、それはとても非効率だったと思います。今はオンラインなので、 自分に関係のある内容の時だけしっかりと聞くようにしていますそれ以外では、ま、聞きながらですけれどもほとんど集中せずに自分の仕事をしていますとても効率がいいですあと オンライン会議だと議題が終わったら会議が終わるようになりました例えば会議の時間が1時間だったとしても45分で終わればそのまま終わっていますしかし会議室で集まっていた時は無理やり1時間使っていたと思います なのでオンライン会議はこれからも続いてほしいなと思っていますみなさんこんにちはさくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです there is transcript in japanese and english on my website